お子さんんがちゃんと生まれる成功率っていうのは割合としてでいうと大体その30代とかでも20%ぐらいで40歳超えてくるとやっぱりもう10%切ってくる。<ー>え皆様ごきげんよう高松ななです本日私は東急プラザにやってきたんですけどもこちら見てください。 稲葉クリニックということでなんとこの東急ブラザの中に産婦人科があるということでやってまいりました。今からお話をお伺いいいしたいと思います こんにちは。どうも、よろしくお願いします。ご感知してました。井葉先生ですかそうです。井上かなこです。よろしくお待ちしておましまた。ますよろしくお願いいたします。めちゃくちゃオシャレなところにあります、ね。ありがとうございます。はい、なんかもう、産婦人科って、もうこう、成立でも PMS でも、もう更年期でも、もう何でも、その、ほんまになんかもう、小学生でも成立があったら、みんな気軽に受診してくれていいんですけど、なんか産婦人科ってちょっと怖いとか、ちょっと生きづらいんですとかってお声をめっちゃいただくので、もう、 気軽に来れる産婦人科を作ろうと思って、うん、もうこうランチのついでとか、お買い物に行くついでに、ちょっと相談しに行くみたいな感じで来れる。もう小中学生、高校生、どなたでも、全然そのおばあちゃんまでも気軽に相談しに来れる。 えー、レディースクリニックです。もうすごいですね。確かになんかここだったら来たくなりますね。あ、りがとうございます。よかったらご案内いただいてもよろしいですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。診察室と、はい。<ー>あとまあ奥内診室なんですけど、はい。日本一おしゃれな採血室を目指している<ー>、えー、こちらで血液検査とか。確かに、おしゃれされ<ー>てますね。いくつか失礼します。<laughs> どうぞどうぞ。 なんかこう、あら、ーコーヒーでも出てくるかなぐらいの。そうですね。<ラ>これ、ね、なかなか、<laughs> この、木目のないんじゃないですか。へえおしゃれですね。リラックスして採血を受けていただけるっていう。<laughs> ありがとうございます。すごい。来やすいですね。こんなところなんで、もうほんまになんか、ちょっとしたことでも、はい、何でも、うん、あの、ご相談に来ていただければなと。はいうん 渋谷駅から雨に濡れずに来れるので、もうゲリラ号も怖くない。はい、<laughs> ありがとうございます。今日は不妊治療についていろいろお伺いできればと思います。は,い、はい。何でも聞いてください。はい、さあ、始まりました。高松菜々のソーシャルアクション。本日のゲストは、稲葉クリニック委員長を務めております、産婦人科医の稲葉香菜子さんです。不妊治療に悩む女性に向けて、稲葉さんに本日はお話をお伺いできればと思っております。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。 そもそも不妊の定義っていうものをお伺いしたいんですけども、どれぐらいの間、その自然妊娠しないと不妊というふうに診断されるんですかあの、医学上の定義としては、1年、その否認をせずに、パートナー同士で、えー、その妊活をしていても、妊娠しなかった場合に、一応不妊っということになるんですけども、実は以前は2年だったんですよね。で、えー、それが今、1年っていうふうに変わって、 で、じゃあ逆に、1年妊活頑張らないと、えー、不妊って認めてもらえないのかっていうと、そういうわけではなくって、ご年齢によって、やっぱりその、どうしても女性の年齢だけは、その妊娠するにあたって、あの、大きく影響してきてしまうので、えー、その1年、えー、その妊活の期間を取ってなくても、不妊治療を始めるっていうケースは、あの、一般的にあります。 不倫の原因っていうものは、どのようなものがあるんですかうんうん、うん、これが、もう、すごい多岐にわたるんですよ。で、えっ、ー、と、まず、その、一部、いろいろ調べても、何も異常が見つからないっていう、そう、なんで、えー、なかなか妊娠したのかわからないっていうケースも、一部あるんですけども、理由が、こう、わかる、こう、ケースのうちの、約半分は、えー、男性にも原因があって、 で、まあ、約半分が、えー、女性にも原因があって、で、えっ、ー、と、もちろん、両方に原因があるっていうケースもあるんですけども、女性の方が、すごい、こう、いろんな因子が関わるので、原因がいろいろで、えー、例えば、欄干が、えー、通ってなくってとか、あとはやっぱり、もちろん、その一番大きく影響するのは、あの年齢因子なんですけども、 で、あとは、その子宮の内側に、えー、ポリープがあったり、その筋腫が出っ張ってたりとかで、えー、着床の妨げになっていたりとか、いろんな、こう、原因を、こう、検査で、あの、探っていくというようになるんですね。うん、で、男性の場合は、えー、一番多いのが、その精子に、えー、問題があるケースで、その数が足りないであったりとか、運動率が足りないとか、 で、えー、あとはあのー、男性の場合はその、えー、自然妊娠に、えー、しにくいっていうケースの中にやっぱりその性交渉に、えー、がなかなかそのうまくいかないっていうような、えー、ケースもあって、うん、そういうのもあの皮尿器科で治療することができます。そうなんですね。じゃあやっぱり男女ともに原因がね。そう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 なんですよ。うん、年齢についてっていうのも大きいとおっしゃってましたけども、女性は。 何歳ぐらい、男性はどのくらいからとかってあるんですかあの、一番やっぱりこう影響してくるのは女性の方の年齢なんですけど、えー、30代こう後半になると、やっぱり妊娠率がこう下がっていくっていうのは、うん、あの、まあ、明らかで、それがさらに40歳を過ぎてくると、うんえー、さらに下がります。 え、イメージその30代後半になると20%弱ぐらい。で、40代超えてくると5%からだんだんさらに下がっていくっていうような感じで、もうすごくやっぱりその年齢っていうのがあの影響して、あの、例えばやっぱりもう45歳過ぎて妊娠っていうのは、なかなか現実的に難しいっていうのが、もちろんゼロで、可能性はゼロではないんですけど、 で、一方で、男性の年齢っていうのも、えー、妊娠率に影響はしてくるんですけども、女性ほど、すごいそのリミットがしっかりあるっていうわけではなくって、あの、よく、あの、その著名人の方とかでも、あの、男性が60代とかになっても、あの、こう、再婚されてお子さんがとかっていうね、話があるように、ご年齢がまあかなりいっても、その妊娠を、こう、まあ、させ、 ある能力っていうのが、えー、あるはあるんですけれどもまあだんだんちょっとずつ下がっていくっていうようなイメージですね、うん、不妊治療には具体的にどのような種類があるのかお伺いしたいんですけども、うん えっと、まず、えー、自分たちでやることもできるんですけど、あの、排卵の時期に合わせて、えー、その性交渉をするっていうタイミング法、うん、うん。あって、タイミング法は、自分たちでやることもできますし、こう排卵のタイミング、もう生理のこう周期がちょっと不規則な方とかの場合には、えー、受診して、えー、その排卵誘発剤とかで、その排卵のタイミングもコントロールしながら、えー、タイミング法を行うっていうこともあります。 で、えー、タイミング法でなかなか妊娠しないってなった時に、えー、次に行うのが人工受精で。で、人工受精は、精液を取ってきてもらって、それを濃縮して、えー、子宮の中に直接届けてあげるっていう方法。受精自体は、えー、自然妊娠と同じ、うんうん、あの、仕組みで起こるので、卵管は通ってないといけない。で、えー、それでもなかなか妊娠しないってなった時に、えー、体外受精。 で体外受精は卵子を取ってきて、精子を取ってきて、体の外で受精させてあげて、でその受精させる方法は、まあ、いくつかあったりするんですけども、受精卵を、えー、子宮に戻してあげるっていう方法ですね。なるほど。そうなんですね。対面法は自分でそのどアプリとかで見ながらなんか生理の周期とか言あ,あとは排卵検査薬っていうのがありまして、そういうので排卵のタイミングを、えー、確認するっていう手もあります。うん であとはそのタイミング法、人工受精、えー、体外受精って必ずステップ踏まなきゃいけないかっていうと、あの別にそういうこう絶対的な決まりはなくて、て、えー、例えばその女性側のご年齢によっては、もうなるべく早くっていうことで、うんえー、人工受精を飛ばしてステップアップするっていうケースもあります。うん、あそうなんです。その場合も保険は適用されるんですかね、はい、あそうです。あのご年齢が、あの、対象年齢になんなのであれば、えー、保険適用になります。うん 治療の期間っていうのは、うん、まあ、これはもう人によって全然違うと思うんですけども、うん、どのくらいかかることが多いんですかもう、これはほんまにケースバイケースで、あとはその、どれぐらい続けるかっていうのも、ケースごとに、えー、ですし、その、えー、ステップアップするにしても、じゃあ、どれぐらい、こう、タイミングをトライしたら、次、えー、ステップアップするかとかっていうのも、もう、ケースバイケースなんですよね。なので、ここが一概には、えー、言えなくって、 こうなるべくこう自然に,に近い形で妊娠できたらいいなってお考えの方もいればあのもう早め早めにあの行きたいっていう方もいらっしゃったりするのでいいろろですうんどのくらいの頻度で大体病院に通わないといけないんですかうん、うんえっと、タイミング法とか人工授精で、えー、月に23回ぐらい、うん、で体外受精の場合にはもうちょっと多くて56回とか。 それくらいですかね。結構かかるんです、ね、そう。これも、もうちょっと前は、あの、毎日のように注射に通わないといけなかったんですよ。うんうん、あの、体外受精の場合は。はい、今は、あの、自己注射っていうのがあって、うん、その、毎日通ってた注射は、あの、ご自分でやるっていう方向で、うんうん、そ月に、その、5、6回とかまで、えー、受診の頻度は、これでも減ってはいるんですね。自分で注射するんですかそう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 。怖いです。難<の>しいですか慣<の>れます。 大丈夫です、ね。え、どこに、どんな感じで注射するんですか?。あのお腹とかがむんですけど。自分でこうやってやるんですか。あ、そうそうそう,そう。<ー>自己注射でできるようになったとはいえ、もちろん、まあ。いろんな大変さはね、あったりするんですけど。急に予定が決まったりするっていうのも。結構大変で、特にその。お仕事してらっしゃる方とか。はいそ,ね、そこがやっぱりその。お仕事と不妊治療を、こう両立していく上での難しさの一つだったりしますね。 不妊治療の成功率ってどのくらいなんですか、うんうん、あこれが不妊治療の成功率って言ったときに妊娠率じゃなくてお子さんがちゃんと生まれる成功率っていうのは割合としてで言うと大体、えー、その30代とかでも20%ぐらいで40歳超えてくるとやっぱりもう10%切ってくる。 二十パーという一回あたりどどうどういうことなんですか。あ、えっ、ー、と不妊治療総数あたりのお子さんが生まれる確率っていう割合ですね。うん、ね受精卵をえー、戻すのをえっ、ー、と一回とカウントして、ね、それの総数分の、えー、お子さんが生まれる割合。えー、低いですね。そうなんですよ。二十代と三十代でもそんな低いんですね。まあもともとその。 何かしら理由があっての不妊治療ということなので30代であっても不妊治療の成功率が20%ぐらい。ちなみに治療の費用って大体どのくらいかかるって思っておけばいいんですかえっと、年齢にもよりますが基本どれも保険診療でできて人工受精であれば1回あたりで1万5、6千円とか、うん 2>, まあ2万円いかないくらい。で、対外受精の場合には、以前はその保険診療が、えー、適用じゃない、えー、時には、結構その6、70万とか、えー、かかっていたんですけども、それが20万、えー、ぐらいとかにはなっています。でも1回あたりそのくらいするってことはね、何回も。 やったらそれだけ費用がかさんでいくってことですかねそうですねなのでやっぱりその以前よりは負担は軽くなったとはいえ保健診療であったとしてもちょっと負担は感じるとは思いますうん。うん、自分に合った病院っていうのはなんかか どうやって見つけるのがいいと思いますかえっと、まず一つは、その不妊治療については、あの、通院の頻度が割とあるってお話したじゃないですか。うん、なので、やっぱり通いやすいところっていうのが一つ、あの、こ条件として大事で、その職場から近かったり、そのお家から近かったり、まあライフスタイルによっていろいろやと思うんですけども、その通院が、えー、一番、その自分にとって、えー、楽な、えー、ところ、 っていうのと、あとは、受診してみての相性を、いろんな、えー、タイプの先生いらして、すっごいサバサバしてる先生もいれば、すっごい優しい先生もいたりとか。で、えー、なので、どこが合うかっていうのと、あと、こちら側の希望を、えー、聞いてくれるかどうか。ま、ずやっぱりその、中には、えー、次はこうした方がいいですよ、みたいに。 ま、それもこう医学的なアドバイスではあるものの、治療をするのはそのご本人たちなので、ご本人たちのえ考えであったりっていうのを、ちゃんと聞いてくれるところがいいかなとは思います。うん、そうですよね。うん、あのー、今、不妊治療で悩まれてる方ですとか、うんうん、ま、この動画を若い人が結構見てくださってるので、若い人に伝えたいこととかメッセージを最後にお願いします。産婦人科医としては、 もうとにかく、その、先延ばしにしなくて良い妊活や不妊治療は、先延ばしにしないで、えー、欲しいなっていうのにつきますね。もちろん、その、いつかお子さんを望んでいるけれども、今現状はパートナーがいないんですっていう方とかをね、卵子凍結とかがちょっと選択肢になってくると思うんですけど、もちろんそういう方が、なんかこう、すぐに何かとか言うことは全然ないんだけれども、今もうすでになんかパートナーの方がいて、 2人ともお子さんを望んでるっていうのであれば早めにに動くに越したことはないです。今不妊治療で悩んでる方にもメッセージいいただて、うん、今、えー、現状不妊治療中の方はもうほんまに日々ちょっと辛い気持ちになることとか大変だなって感じることあると思うんですけれども、えー、とにかく焦らずパートナーさんとかかりつけのその病院の先生と。 えー、よくコミュニケーションを取っていただいて本当に一つ一つ、えー、日々やる治療をやっていくっていうのが一番いいと思いますありがとうございますはい。ということで本日は不妊治療について稲葉先生にお話をお伺いしましたありがとうございましたありがとうございましたこの番組は皆様のサポートによって支えられています交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします企業の SDGs、自治体の取り組みなどのピア PR 案件をお待ちしております詳細は概要欄までチャンネル登録高評価お願いしますそれではまたごきげんよう